は前回の続き、市民広場からです。今回も私、ヨウムもいるにょん。こちらで北区東方面、南公園駅へ。着いたにょんね。ここからは実質支線扱い。開業当時のままで単線です。そのせいか知らないけどなんか、ホームが広く見えるにょん。多分気のせいだよ。そっか。にしてもここサブ駅名長いなぁ。南公園、イケア、子供病院前。アーティスティックな壁だね。確かにそうだにょんね。改札フロアにある柱もアーティスティックな感じ。簡素な駅なのに対し、この自販機の多さである。この駅の近くは施設多いね。確かに、港しかないところもあったにょんね。では再び改札内へ。じゃあこれで隣に行こうか。イケアを過ぎるとボートライナー唯一にして最大の車庫点検所があるよ。車両は1編成しか止まってないみたいだね。それもそのはず、平日の10時頃だしね。ボートライナーの車両は一旦この駅の進行方向右側の線路に入り車庫に入るよ。だから、ここ止まりの運用やここ、始発の運用もあるよ。ジーレックホール前です。はい、ここに来て、ボートターミナル駅以来の島式、ホーム復活です。確かに。それ以降はホームが2つあったり、反対側に線路がなかったりしたにょんね。なんか懐かしいにょん。まあ、この2番線はほとんど使われてないけどね。あれ？ここ神戸新交通だよね。なんで JR 貨物が？まあ、そんなことは置いておいて、改札を出ようか。次の駅が見えるほどの駅距離感である。じゃあ戻ろうかにょん。じゃあこれに乗って次に行こうにょん。到着。再び単線駅に戻ります。まあこれで確か単線区間は終わるし大丈夫だよん。それよりここら辺何もないし単線だし借金ワイワイ生活だ。ええ、先ほどは、不謹慎かつ失礼なことを言ってしまい、大変申し訳ありませんでした。確かに何もないけど、ちょっと歩いたら何かあるにょんし、住宅もいっぱいあって、人もたくさん住んでそうだにょん。もともとこの人工島は、人口を増やす目的で作られたからね。そういう面では、役割果たしてると思うよ。まあ、だ、歩道橋の上に駅入り口のタイプ。道路の上だから、この作りが都合良かったのかにょん。多分そうだと思うよ。じゃあ戻ろうか。一旦これで中公園に行って、そこから目的地に向かうやつに乗り換えるよ。
中公園の手前、本線をオーバークロスする形で駅に入線するよ。ということでこいつで目的地へ。市民広場を越えたあたり、ここには実際に使われてた伏流の噴水があるんだよ。根拠、ここの噴水近くで見てみたいにょん。はい、到着。こちらは医療センター。ここからは、新設された区間で、最初から伏線だったので、比較的、費用を抑えられる島式です。そして、ここの屋根は面白い形をしてるんだよ。改札フロアは、今までとは違った感じ。ちょっと、お金がかかってるように感じるにょん。個人的にこの駅の形好きかも。わかるかもしれないにょん。改札に入る映像がなかったので、乗車電のところからです。じゃあこれに乗って次に行こうにょん。この計算科学センター、元はポートアイランド南という名前で作られたんだけど、2011年に軽コンピュータ前、今年6月に現在の名前に変更された経歴のある面白い駅だよ。しかも新鮮で新しい方の駅だから、短期間で何回も名前が変わってるにょんね。この駅は、目の前に、神戸動物王国という動物園があるんだよ。へぇ、今度あの噴水のついでに行ってみたいにょん。じゃあ戻るよ。さあ、ついに次でポートライナー最後の駅だよ。終点、神戸空港だよ。名前の通り、空港だから、ここから飛行機で国内や海外に行けるんだ。はぁ、やっとご飯が食べられるにょん。めたいわ。ていうかご飯三宮だし、いろいろ見て回りたいから、あと40分くらい後だよ。うそーん。なんかよくわかんないオブジェが置いてあるよ。さらにここにも、あ、いろいろ回った後帰ってきました。あっちの方、明石海峡大橋があるんだけど、見えるかなぁ。建物であまり見えないにょん。神戸港、やっぱり車内だとホームドアがない分よく見えるね。いや、それ、さあ、ついに三宮だよ。ついに、正真正銘ご飯が食べられるにょん。そうだね。何食べたい？絶対マク。いや、マクドやろ。さっきまで、改札、少なかったからすごく多く感じる。さあ、ここからは JR で移動だよ。遅延審査。じゃあ、今回はここで終わろうかな。
できれば、チャンネル登録、高評価、よろしくだにょん。それでは、ご視聴ありがとうございました。だにょん。